ケブカヒメヨコバサミ、学名ペイグリステイスオートマニーは、10脚目ヤドカリカに分類されるヤドカリの一種。北海道九州と朝鮮半島南部の沿岸旋海に生息するヤドカリで、体表を追うけと、目柄の赤白の縦島が特徴である。かつてはニュージーランドをタイプ産地とするピーバルバトゥスとされていたが、日本近海産が別種に分けられた。生態は、 校長1 0トルほどだが、大型個体は校長2 5トルに達する。日本産ヤドカリ類の中では小型だが、海岸の波打ち材付近で見られるヤドカリとしては、大型である。第一、胸足のハサミ足は、左右とも同じ大きさで、左右方向に開く。第二、第三歩脚は、指節が前節より長い。東京港、胸足、微節には、 長短の毛が密生し毛深い。この毛は両側に多数枝分かれして、鳥の羽毛状だが、枝分かれしない直毛もある。第二触角は、口調より短く、これも羽毛状である。生体の体色は、目柄が、脳赤紫色と白が4本ずつの縦縞模様。第一、第二触角が、赤紫色、体は、淡褐色。ハサミ足と、フわしは、赤褐色。 ハサミ足の先端部は黒、体表を覆う毛は褐色である。海岸性やドカリ類の中では、大色が赤褐色であることと、目柄の縦縞模様で種と区別できる。また、目柄の縦縞模様が多いことで、同族種とも区別できる。ペイグリステイス族に共通する和名、姫横ばサミは、ハサミ足が左右方向に開くことと、小型種が多いことに由来する。 その中でも本種は代表に毛が密生し、毛深いため標準は妙に毛深が付けられた。学名の種商名オートマニーは、インド太平洋産の甲殻類を研究した、ドイツの動物学者、アーノルト・エドワルト・オルトマンに対する懸名である。ホロタイプは東京、国立科学博物館に保存されている。北海道の日本海側から本州、四国、九州、 朝鮮半島南部沿岸に分布する。生息範囲は幅広く、海岸の長寒帯下部から水深210メートルまで生息する。日本産悲鳴横ばさみ族は旋海に多くの種類が知られるが、海岸の波打ち在付近まで生息しているのは本種くらいである。海岸では岩礁海岸の潮が引いた波打ち在付近か海中で見ることができ、概要内湾どちらでも見られるが、 砂浜では、ほとんど見られない。道書的に住む、ヤドカリ類は、磯横ばさみ、本ヤドカリ、毛足本ヤドカリ、指長本ヤドカリ、よもぎ本ヤドカリ等だが、本州はほとんど歩き回らず、天石や海藻等の物陰でじっとしているものが多い。よりする貝殻は、菅井、腰高岩殻、磯仁奈、霊主貝、長西、間垣き貝等。 二から五センチメートル程度の様々な巻き貝を利用する。日本沿岸における放乱期は七月から九月である。貝殻から抜け出た古代。東京港と、ふわしは毛深いこと、第二触角が短くて、羽毛状であること、目柄が赤、白の縦縞模様になることが特徴である。ABCD、西村鈴木勝美。 エコロン自然シリーズ海岸動物 ISBN45 億8632万10591971年発行1996年会定番保育者 ABCD 三宅貞義現職日本大型広角類図鑑愛 ISBN45 億8630万6201982年保育者 ABCD 今原幸光編長 写真でわかる、磯の生き物図鑑、ISBN9 兆7848億8716万17642011年トンボ出版、AB ワームズ、ワールドレジスターオブマリーンスピーシーズ、ペイングリステイスオートマニー宮九1978ありがとうございます。